行け、プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。国デルデル、今から10と5年前、この国のクイーンは玉のようなプリンセスを産んだのでありました。ところがその時、現れいでたるはこの国第一の実力者、マブダー氏。この子が生まれた日に父親、すなわちデルーデルの国王は病気のために命を落とした。この国はたたりがある。ああ、待ってください、マブダー氏。必死に止めるクイーンの手を振り払い、赤ん坊を川へ流したマブダー氏。よよよよよよ、今から10と5年前、花いっぱいの国デルーデルで起こった語るも涙の物語。ちょうど時間もよろしいようで。その時クイーンは生まれたばかりのプリンセスの産着のポケットにとっても珍しい花、月の瞳の種を入れたのよね。ウィニー、そしてそれと同じような種があなたのバッグの底から出てきたのよね、モンキー。ウィニー、私たちその種をまいたわ。やがて芽が出て茎が伸びて、あと一月経つと花が咲く。もしその花がとっても珍しい月の瞳の花だったら、キーキー。月の瞳の花が開くかどうか、その話は一月先に期待して。はい、今日と明日はプリンプリンの納涼大会でお楽しみください。どんな思考が飛び出すか、まずはにぎやかにプリンプリン音頭から。はい、よいよいよい、やさった。さあ歌おうよ歌おうよ踊ろうよ、君と一緒にプリンプリン音頭。はあ、腕の力は二枚目ボンボン、はボンボン、足の速さはおさげちゃん、あたっかい、耳が動くよ予感の火星人、うる守り神で、モンキーはそれそれ心弾んでプリン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 、夢が広がるどこまでもどこまでも。あ、それあ、だっこい。プリンの納涼大会第2弾は、お化け屋敷だぞー。さあいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、皆さんこちらですよ。わあ、面白そう。やだ、モンキーってば震えてる。怖いんだよな、モンキー。君はどうなの、プリンプリン。私は平気よ。さあ、では入りましょう。大丈夫か、プリプリ。私は平気と言ったのは誰でしたっけ。ああ、おとなしだよ、おさげ。触るな。
あの声は宇宙の果てを終わりなき旅を続ける私は魔女。誰か誰か助けて。誰も助ける者などいるもの。たとえ誰がいなくとも私がいるぞ、プリンセス。しっかりしろ、目を覚ませ。あ、魔女よりももっと怖い。ああ、人の気も知らないで。星よ、すみれよ、蝶々よ、笑いよ、ほたるよ、太陽よ、なおそれよりも美しい愛を求める男の心。ああ純情一郎、どこまでも。ああプリンプリンプリンセス。今度は楽しい楽しい宇宙パビリオン。なんとプリンプリンたちの出演だよ。お入りは今、お入りは今、お台は見てのお帰りだよ。いつも悪役インベーダー、地球を滅ぼすために遠い星からやってくる。宇宙人ってどんな人？こんなのかな？こんなのかな？それともそれとも、こだけど本当はいい人かもしれない。優しい心の小さな星の王子様。ひな用心、ひな用心、ひな用心。ねえねえ、あったプリンプリンちゃんの納涼大会って面白いわね。ほんまやな。あたくし幸せよ、マイホーム。ワットさん。納涼大会、ここは再び戦場広場。歌は変わって踊りも変わって、はるばるバルンバ帝国からやってきたバルンボ。バルンバ、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 インコ、火星人。誰にだって香り絵がある。私にだって香り絵がある。
強くない、走ればいつもピリだけど耳が回る予感がする、先のことがわかる私、誰にだって取り柄がある、私にだって取り柄がある。規則はいっぱいアフター、アフター、共和国。いやだな、どうしてこんなところにあんな人たちが出てくるんだろう。いかついおひげ生やしてるけど、私は悲しい運送。いかついヘルメットかぶってるけど、私は悲しい軍曹。人のため、国のため、命を投げ出すつもりだけれど、私は悲しい軍曹。誰も誰も愛してくれないからでございますですよ。プリンプリン、プリンプリン、どこかしら。眠ってる。どんな夢見てるんだろう。お母さんのことかな、それとも。プリンプリンの納涼大会、明日は2日目。お楽しみ。君はどうなの、プリンプリン。私は平気よ。さあ、では入りましょう。キャーン！キャプテンチックだ！大丈夫か、プリンプリン。
私は平気と言ったのは誰でしたっけ。おとなしだよ、下げ。滅ぼすために遠い星からやってく。宇宙人ってどんな人？こんなのかな？こんなのかな？それともそれともこんなのかな？だけど本当はかもしれない。優しい心の小さな星の王子様。ひなやじん、ひなやじん、ねえねえ、あったプリンプリンちゃんのの。10と5年前、この国のクイーンは玉のようなプリンセスを産んだのでありました。ところがその時、現れいでたるはこの国第一の実力者、マブダー氏。この子が生まれた日に父親、すなわちデルーデルの国王は病気のために命を落とした。この国はたたりがある。ああ、待ってください、マブダー氏。必死に止めるクイーンの手を。あの声は、宇宙の果てを終わりなき旅を続ける私は魔女。誰か、誰か助けて。誰も助ける者などいるもの。たとえ誰がいなくとも私がいるぞ、プリンセス。しっかりしろ、目を覚ませ。はあ、
人の気も知らないで。星よすみれよちょうちょよ、バラよほたるよ太陽よ、なおそれよりも美しい愛を求める男の心、純情一郎、どこまでもプリンプリンプリンセス。今度は楽しい楽しい宇宙パビリオン、なんとプリンプリンたちの出演だよ。お振り払い赤ん坊を川へ流したマブダーシ、よい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 よ、今から10と5年前、花いっぱいの国デルーデルで起こったカタルモ涙の物語。ちょうど時間もよろしいようで。その時クイーンは生まれたばかりのプリンセスの産着のポケットにとっても珍しい花、月の瞳の種を入れたのよね。ウィニー、そしてそれと同じような種があなたのバッグの底から出てきたのよね、モンキー。ウィニー、私たちその種をまいたわ。やがて芽が出て茎が伸びて、あと一月経つと花が咲く。もしその花がとっても珍しい月の瞳の花だったら、キーキー、果たして月の瞳の花が開くかどうか、その話は一月先に期待して。はい、今日と明日はプリンプリンの納涼大会でお楽しみください。どんな思考が飛び出すか、まずはにぎやかにプリンプリン音頭から。はい、よいよいよい、やさった。あ、それさあさあ歌おうよ歌おうよ踊ろうよ、君と一緒にプリンプリン音頭。